さあ今宵も行きましょうか。本日紹介する死刑囚は不動産ブローカー岡下薫、当時42歳でございます。当時82歳の高齢女性が杉並区でアパート経営をしておりまして、それを騙し取ってやろうとするんです。その女性の長女が長期入院しておりまして、保険代理業の男をそそのかし、この二人を結婚させ、杉並区のアパートを不動産会社に勝手に2億800万で転売していたんです。事件の発覚を恐れた岡下はその高齢女性を殺害、そして保険代理業の男性も単銃で射殺。その後岡下は愛人とともに各地を転々としながらスナック経営、中古車販売店などを経営しておりました。そして1995年の5月にとある女性から通報を受けるんです。テレフォンクラブで知り合った男性に覚醒剤を打たれたと。その打った人物が岡下だったんですよ。これがきっかけとなって岡下と愛人は逮捕されました。最終的に死刑判決が言い渡され、2008年の4月10日に執行されております。というか岡下のやり方って完全にチンピラじゃん。ではありがとうございました。やばいねこいつ。さあ今宵も行きましょう。本日紹介する死刑囚は坂本正人。とうとうぶっ飛んだバカ野郎っすね。2002年の7月、当時16歳の女子高生を道を尋ねるふりして連れ去り殺害。そしてその女子高生の携帯電話を使い、その女子高生の家に50万円用意しろと脅迫の電話をします。7月20日の正午過ぎ、坂本が身代金を受け取りに行ったところ逮捕されます。警察が動機を聞くと、児童相談所にいる別れた妻や連れ子に会うために、職員に面会するために女子高生を拉致したんだと言ったんですね。なのになぜ身代金を要求したんだって話なわけですよ。全然異なるじゃん。ちなみにね、その前妻と子供は坂本からの暴力から逃れるために保護されていたんですよ。マジね、頭がとっつくるっていうというか、もう暴力そして金もう狂ってるよね。言ってることも矛盾してるし、それ以外にも7月9日かつて勤めていた会社の社長宅に行って包丁を突きつけ、現金10万円も奪っておりました。2008年4月10日に死刑が執行されております。去年41歳でございました。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。さあ今宵も行きましょうか。本日は非常に胸クソ悪い事件を皆様にお送りさせていただきます。1999年、当時中学校3年生だった青木優君はバイクで大事故を起こし、左半身不随となっておりました。まあ中学校3年生でバイクってちょっとどうかと思う部分もありますが、半身不随というのは相当辛かったと思います。そんな青木くんは事故にあった影響から学問の方が追いつかず、中学校卒業後定時制高校に通っておりましたが、リハビリなどを乗り越え一生懸命勉強し、2001年3月27日に昼間の高校に合格したんです。それを知った当時定時制高校に通っていた少年 A15 歳と少年 B17 歳が合格祝いにカラオケに連れてってやると。それを聞いた青木くんは、いやお母さん友達が祝ってくれるんだよ嬉しいなと言って、待ち合わせ場所の小学校に行くと少年ら3人がおり、青木くんは暴行を受けお亡くなりになってしまいました。加害者少年らの動機は、なんでお前だけ昼間の高校行くんだと、ムカつく、それが動機でした。この事件は少年法が改正される前だったことから刑事裁判にかけられることなく少年院に送致され処分が終わっております。いやとてつもなく胸クソ悪い事件でございます。ではありがとうございました。またお会いしましょう。さあ今宵も行きましょうか。本日は中野富士見中学校いじめ自殺事件を皆様にお送りさせていただきます。被害者となった男子生徒は中学校2年に進学した際、給油から使いっぱしりをされるようになっていくんです。それがどんどんエスカレートしていき、暴行を日々受けるようになっていくんですよ。いや中学校2年生でそれは結構しんどいですよね。被害者の男子生徒が学校に行ってみると、そこでお葬式ごっこが行われていたんです。色紙の真ん中にはその男子生徒の名前が書いており、そしてさようならと、でクラスみんなの名前も書いてあるんですよ。被害者の男子生徒は助けを求めるように担任の先生を見るんですが、その担任の先生もそれに加担していたんです。さらには星に走った担任の先生は、お前このこと言うなよと首を刺すんです。父親の故郷である岩手県内のショッピングセンターに行き、そこで首を吊って自らお亡くなりになりました。その際床にはこのままじゃ生き地獄になっちゃうと遺書があったそうでございます。でね、こんな事件がありながらもその後もやっぱいじめ事件っていうのは続いたそうなんですよね。ほんとね、気色悪いなと思います。ではまたお会いしましょう。絶対いじめはダメ。ありがとうございました。さあ今宵も行きましょうか。本日は罪を犯しながらも多くのファンを抱えている囚人について説明をさせていただきます。無期懲役の市橋達也は2007年3月に外国の女性を殺害しております。2年7ヶ月逃亡いたしますが、最終的に逮捕されてしまうんです。逮捕された時の姿があまりにもイケメンと話題となりました。どうもね、高身長そして
髪型が水島ヒロさんに似てるんじゃないかと話題になっていきます。そして国立大学を出ていることであったり、親が医者を行っているエリートなども彼の人気の一つなのではないかとも言われております。どうも今もそのファンは健在で、結構支援などをしていらっしゃる方もいるそうでございます。賛否両論あるとは思いますが、まあ一つ事実としてお伝えさせていただきました。ではまたお会いしましょう。さあ今宵も行きましょうか。本日は少年事件を皆様にお送りさせていただきます。めちゃくちゃ胸くそ悪い事件でございますが、2003年7月1日長崎市にて一組の家族が大型家電量販店に訪れておりました。4歳の少年はゲームコーナーで遊んでおりまして、当時中学校1年生の少年がお父さんお母さんに会いに行こうと騙して連れ去るんです。そしてビルの屋上に連れて行き暴行し、その少年が泣くんです。さらには4歳の少年の生徒をハサミでチョキチョキ、もう男児は泣き叫ぶんですよ。中学校1年生の少年はどうにかしないとと思って屋上から約20メーター下の通路に突き落とし殺害しました。で、この少年は事件後もクラスでもう武勇伝のごとく語っていたそうなんですが、最終的には逮捕されアスペルガー症候群と診断され、児童自立支援施設に送り込まれて2007年の9月に解除されておりますので、今はもう出てきていると思われます。この少年はどうもね、知能は相当高く、かつ親から毎月10万円のお小遣いをもらっていたと言われております。いやー、とんでもない化け物ですね。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価お願いいたします。ありがとうございました。さあ今宵も行きましょうか。本日は死刑囚最後の言葉をお送りさせていただきます。死刑囚となった土屋正美は裕福な家庭に生まれます。高校時代はラグビー部に所属し、明るくひょうきんで同級生後輩にも慕われておりました。一浪して筑波大学に入学いたします。1989年2月に交通事故に遭い、ヨガ教室に通っていくんですが、そこで朝原翔子と出会い、オウムにハマっていくんですよ。完全に暴走したオウムの中で科学班として頭角を現していきます。違法薬物を作ったり、また危険な物質なども作っておりました。で、ある日土屋は朝原にサリンというものがあるんですが作ってみませんかと提案し、やってみろと了承を得るんです。これが後に地下鉄サリン事件につながっていきます。その地下鉄サリン事件の共同正犯として死刑判決が下ります。ただね、土屋は被害者に一切謝罪などはしなかったんです。そんな血も涙もないような土屋なんですが、死刑が執行された時、たとえ死んだって誰よりも深く愛している獄中結婚した奥さんに言葉を残しております。それではチャンネル登録高評価お願いいたします。ありがとうございました。さあ今宵も行きましょうか。本日ご紹介する事件も相当胸くそ悪い事件となっております。事件現場となったのが牧之原学園というところで、この牧之原学園は家庭裁判所において保護処分を言い渡された児童を更生させる場所となっております。で、その場所に13歳の少年が入園するんですね。ただね、やっぱり保護処分を受けている少年なんで悪さするんですよ。たびたび無断で外出を繰り返していたんです。それに怒り狂った施設の職員7名が少年を教室に呼び出すんです。おい、てめえ来いよ。で、床の上に正座させ、粘着テープで手を後ろに縛り、そこからが凄惨な状況となっていくんです。武器を使って何度も殴打したり、そして拳で殴りつけ、蹴ったり投げつけたり。13歳の少年が大人7人からそんなことをされたらもうたまったもんじゃないですよね。その少年は間もなく呼吸困難に陥り、救急車で搬送されるんですが、お亡くなりとなっております。で、7名の職員は傷害致死として送検されたということなんですが、私個人としては密室的な恋があったとして殺人でもいいんじゃないのかなと思ってしまうぐらい相当凄惨な状況だと思います。それではチャンネル登録高評価お願いいたします。ありがとうございました。